はい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 。三連敗は避けてくれよって。それだけはやめてくれよっていう風に、初戦の時から言ってたと思うんだけど、ほんま三連敗しちゃったし、二重にも悔しいというかね、まあ今日は戸郷に尽きるかなっていう風に思うし、あのピッチングじゃあね、どうやって勝つねんっていうか、どうやってもう擁護したらええねんみたいなところもあると思うんで、やっぱり野球って難しいなって改めて思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたタイガース対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、まあ冒頭でもね、今言いましたように、まあ3連敗、してしまいましたジャイアンツね。はい。まあ悔しいですよね。普通に、まあ甲子園というところでね、なんか、負けてるというか、まあ去年のちょっと、デジャブじゃないけども、少しそういったところを感じ、ました、正直ね。うん。飲まれてるじゃないけども、なんかこう、もうイケイケどんどんでやられてるみたいな感じはね、すごくしたんで、まあそれも、これもですね、やはり戸郷のピッチングというかね、まあ不甲斐ないですよね、正直言うと。うん。やっぱりこう、打たれてるんだったら、まだわかるんだけど、やっぱりフォアボールというところが絡みすぎてる。うん。はっきり言うと。うん。5つフォアボール出したんかな、今日。やっぱピリッとせんよね。うん。っていうところに正直尽きるかなと。で、相手の、まあ、前川選手とかもね、素晴らしいバッティングをしてたっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ僕はやっぱり、戸郷投手がね、まあ普通にやればというか、普通にいいピッチングすればね、まあこの間もノーヒットノーランしてますんで、まあ力があるっていうのはね、分かってるんでね、ある程度抑えてくれるかなって、まあ相手がビーズリーだしね、ある程度やっぱり戸郷がいい調子でいって、で打線がなんとか2点3点取って、僅差でっていうところだったと思うんですけど、まあそれも叶わずというところでございました。はい、じゃあですね、まあうじうじ言ってても仕方ないんで、ちょっとね、今日の動画の構成、発表したいと思います。まず得点シーン振り返っていきまして、でスタメンの変更点見ていきまして、で気になったところを見ていく、この3つでやらさせてください。じゃあですね、まず得点シーンをね振り返っていきたいと思います。で僕のこの胸のところへんにね、画像を出しながら一緒に見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日はまあ9対2、2対9というところで、まあジャイアンツ負けましたと。阪神タイガースが勝利を収めました。はい、まあ非常に、序盤からね、なかなか乗り切れることができずに、ジャイアンツで言うとね、うん、まあやはりフォアボールというところが少し絡んでたんじゃないかなって思います。で、タイムリーとか振り返っていきますけども、まず1回裏、2アウト満塁から前川選手のライト前ヒット、うん、まあこれ非常にうまく打ちました。うん、末恐ろしいね、このバッターはね。本当に下半身も強靭だし、なかなかこう崩されないというか、崩されてもバットコントロールで持っていくというね。うん。非常に素晴らしいバッターで。で、3回裏、2アウト1、2から木浪選手のレフト前。で、5回表、ジャイアンツ反撃しますと。1アウト2、3塁から岸田選手のショートゴロ。で、5回裏、2アウト1、2塁からまた前川選手にね、ライト前ヒット。で、2アウト1、3塁から木浪選手に、3塁打。レフトへの3塁打。うん。で、6回表、ピンチヒッターの声。ピンチヒッターじゃない、オコエ選手が、先頭ホームラン。うん。で、6回裏には、ワンアウト2塁から森下選手のレフト前。で、2アウト1、3塁からは前川選手の、また、センター前ヒット。うん。で、8回裏には、佐藤輝明選手のホームランというところで、まあ、ボコボコやられてますと。はい。まあ、これもこれ、それもね、全部、まあ、戸郷の出来がね、結構、やっぱり、まあ、先発ピッチャーはね、試合の大きく、ウェイト締めますから、そういったところが、やっぱりね、序盤の、まあ、3回まででもう3失点してるというところもあって、まあ、今日は、まあ、理想で言ったら3点以内でね、3対1とか、3対2とか、ぐらい、3対0とか、ぐらいで、勝てたらいいかなっていうゲームだったんで、もうこの3回までに3点取られてる時点でね、あ、今日ちょっときついなっていう感じ。で、まあ、5回の3点、まあ、ぐらいで、もう僕の中では勝負は決まったなっていうかね。もうこの時点で、まあ6点取られてるんで、6対1になってるんでね、5回裏終了時でね。うん、っていうのがあるんで、まあ非常に、
まあ先発ピッチャーかなと思います、今日はね。はい、じゃあですね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。この辺ぐらいにね、大きい画像を出して、見ていきたいと思いますんで、見てください。はい、まずタイガースなんですけども、まああんまり変わってなくてですね、まあ昨日は野口選手がね、レフトで出てたんですけども、今日は前川選手がレフトで出ておりますと。で、キャッチャー、昨日坂本選手だったんですけども、今日は梅野選手。で、昨日ピッチャーが及川選手だったんですけども、今日はビーズリーというところで、まあ、阪神は、3連勝を目指してる。巨人のね、同一カード。うん、カード3連勝を狙ってきてるというところです。で、ジャイアンツ、対するジャイアンツはですね、昨日はですね、岡本選手がファーストに入ってたんですけども、今日はレフトで出場しております。で、その代わりにですね、大城さんが5番に入っておりまして、で、モンテス昨日出てたんですけども、今日はモンテス先発出場ではなくて、門脇選手が8番で、サードで出ておりますと。で、っていう感じですね。はい、はい。で、グリフィンが昨日ピッチャーだったんですけども、今日は東郷選手というところで、まあ、巨人からしたら、3連敗絶対避けたいと。まあ、エースの東郷選手で、なんとか、1勝2敗に持っていきたいというところがあったんじゃないかなと思います。じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、プロの技ですね、みたいなところをね、できるだけ面白く、わかりやすく伝えていきたいと思いますので、ここから見てくださいよ。よろしくお願いします。はい。まず、やっぱ1回裏ね、はい。まあ、点を取られた回なんですけど、まあ、非常に厳しい。うん。結構きついなっていうところありました。で、まあ、先頭、近本選手にレフト、ライト前ヒット打たれて、バント決められて、中野選手にね。で、森下選手に、ライトフライト。で、タッチアップで、2アウト3塁になりますと。で、佐藤選手、フォアボール。うん。まあ、これは、うん。まあまあまあ、っていう感じは、まだあるんですよ。ただ、この大山選手、2アウト1、3塁の場面で大山選手にもフォアボール出してしまった。これ、二者連続でフォアボール出してしまったっていうのは、ちょっとね、これはちょっとやばいなっていう、まっすぐも、フォークも、もう思ったところに全然投げられてないなっていう感じすごくあったんで、うん、まあ非常に、まあ、立ち上がりというところは難しいところありますけども、この二者連続フォアボールっていうのはいただけないなっていう感じありました。で、ツーアウト満塁から前川選手、これライト前ヒットですけども、これちょっとチャート見ていきたいと思います。これ結局、このフォアボール二つ出したけども、これ前川選手抑えてたら、まあ、なんとか切り抜けたっていう場面にはなれるんですけど、ここでヒット打たれたっていうのが非常に今日のゲーム大きかったと思います。というのも、まあまあストレートでストライク取って、で、フォークボールでボールになって、まあこれもフォークボールも、ボール要求ではあると思うんですけど、その抜けてボールになってるんですよね。うん、抜けて、うん。真ん中低めぐらいに落としたかったと思うんですけど、抜けてファール、抜けてボールになってるんですね。で、ワンワンになって、もう一丁フォーク行って、それがまあ甘く入って打たれるというところで、まあ甘く、めっちゃ甘いわけではないけど、うまくね、まあリストを使ってというか、うまく1、2塁間抜いてったっていう形でね、ちょっと泳いでるんだけど、それをね、うまく持っていくという、このバットコントロールの良さというかね、前川選手、素晴らしいなと思いますと。これ引っ掛けて普通にファーストゴロとかセカンドゴロになりがちなんだけど、それが抜けるっていうところがあるんで、うん、まあ吉川選手でも取れないので、もう仕方ないというところ。で、ツーアウト1、3塁で木南選手を空振り三振取ったんだけども、まあ、初回のピッチング見て、ちょっと今日東郷やばいなっていう、全然ボール操れてないなっていう感じはすごくありました。で、3回裏ですね。次行きましょうか。で、ここも、まあ、戸郷ピリッとしないと。で、先頭、森下選手にフォアボール出して、佐藤選手を見逃し三振取るも、ワンアウト一塁から大山選手にセンター前ヒット。うん。で、前川選手を、まあ、センターフライ打ち取るも、ここで木南選手に、レフト前ヒットを打たれるんですけども、ここもめっちゃ重要なんで、配球チャート見ていきたいんですけど、まあ、結局、ここでちょっとね、先ほどの場面も一緒ですけど、まあ、前川選手打ち取って、先ほど打たれた前川選手打ち取って、まあ、ちょっとホッとしたというか、まあ、その、ここで、まあ、木南選手を抑えたら0点やっていうところだと思うんですけど、そこで、阪神からしたら、めちゃくちゃ貴重な追加点を奪えたっていうところだと思います。これもですね、ストレートでストライク取って、カーブでファール打たしたんですよ。で、多分ね、この試合初めてカーブ投げたんちゃうかなっていう感じのボールだったと思うんですよね。で、2ストライク追い込んで、で、
あの、別に2ストライクから打たれることは別に、悪いことではないと思うんですね。うん、絶対、ワンボール2ストライクにしないといけないとか、そんなルールはないんで、全然いいんですけど、あの、戸郷投手ね、首振ってるんですよ、この時にね。首振って、で、多分自分が投げたいボール、確率高く投げれるボールをおそらく選択した、だと思うんですね。で、それが、おそらく、あの、インサイドのまっすぐだったと思うんですよ。まあ、2ストライク追い込んで、まあ、3球勝負で行くっていうところを、自分で判断して、投げれるという判断して、首を振ったわけなんですけど、そのインサイド、岸田選手は確かにインサイド厳しく構えてたんですけど、それがもうど真ん中ぐらいに入ってね、それをまあ、レフト前ヒット打たれるというところで、もう、まあ自分が投げられると思って、首を振って投げたボールが、それが操れてないというところがあるんで、やはりここは、まあしっかり自分でね、首振って投げてるわけだから、投げ切らないといけないし、最低でもボールになってほしいですよね。うん。だから、インサイドのギリギリを狙って、例えばその、間違っても、例えばこう、体に近い方というか、ボールになる方。うん。それが真ん中に入っちゃうと、ツーストライクなんで、バッターもね、当てに来ようっていう意識が強くなってるんで、やっぱ当てられちゃうんだけど、それを間違ってもというか、うん。悪くても、ボール球になる方に、投げれてたとしたら、まだ違った結果になってたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあすごく難しいところなんですけど、まあその、まあ菅野さんとかもそうですけども、間違っても、悪い方に行きにくいピッチャーなんですよね。うん。どういうことかっていうと、例えばアウトコース構えてますと、アウトコースギリギリ狙ってるんだけども、間違ってもアウトコース低めのギリギリにボールになるみたいな感じ。うん。だから間違っても真ん中に入らないような投げ方をしてるんですね。うん。そういったところが今日はね、戸郷投手ね、いつもだったらできてるんだけど、そこがね、まあ、できないというか、まあ、調子の悪さなのか、コンディションの悪さなのかちょっとわからないけど、そこが今日はね、できてなかったなと思います。で、まあ、5回裏ね、5回表か。5回表、まあ、岸田選手が、ワンアウト2、3塁から、ショートゴロでね、得点を奪うんだけども、まあ、これも、まあ、たらればになっちゃうんだけど、1球ファールかな初球かな初球のカットボールかなんかを、ライトのフェンスのね、結構ギリギリのところにファール打ったんですけど、まあ、もしそれがね、フェアでなってたら、また今日はね、すごく違う展開になってたなと思うんですけど、ほんまに1メートルもないかなっていうぐらい、のファールだったんですけど、それが、まあ、ファールになって、まあ、ショートゴロで1点。まあ、最低限はできてますけどね。うん。っていうところ。うん。まあ、たらればですけどね。はい。で、5回裏。はい。この回も点取られてしまうと。まあ、この回で、まあ、おおよそ試合は決まったなっていうところなんですけど、まあ、これも2アウトからなんですね。ポンポンって、ワンアウト、2アウト取って、2アウトから佐藤選手にライト前ヒット打たれて、で、2アウト1塁で、大山選手にまたパワーボール出すんですね。で、ここで、杉内投手コーチが、タイムをかけてね、マウンドで、間を取ろうと思って、行こうとしたんですけど、それを、戸郷がね、あ、大丈夫だよっていうふうに言って、タイムを、まあ、拒否というかね、したんですね。で、ツーアウト1、2塁からまた前川選手にこれ、ライト前ヒット打たれるという、うん。これもうまく打ってますよね、どう考えてもね、うん。素晴らしいね、このバッター、ほんまに。で、ツーアウト1、3塁から木南選手に、これ、レフトの3塁打。うん、これも、まあ少し、まあ岡本選手のクッションもね、ちょっと、ミスってしまったっていうのもあるし、まあでも、なんやかい、もうこんなんね、打たれたやつ言ってもあれなんですけども、やっぱりこのツーアウト終わらない1塁からの大山選手のフォアボール、これだと思うんです、結局は。うん。だから、ここを、例えば普通に抑えてたとしたら、三者凡退で抑えてたとしたら、この回の3点っていうのはないので、うん。そもそも回って来ないっていう未来だったんで、うん。そこを、できないっていう、できてないっていうのは、今日の戸郷のね、そしてましてやタイムを拒否して、大丈夫だよって投げ切るよって、次で抑えるよっていう感じで行って、打たれてしまってるんで、非常に、まあ、厳しいピッチングになったなっていうところはありますと。で、まあ、ジャイアンツのポジティブなところで言うと、まあ、6回表ね、まあ、その、ピンチヒッターのオコエ選手が、2ストライク追い込まれてからね、ビーズリーからね、ほとんど打ててないわけですよ。その、先発選手がね、先発のスタメンの選手が。その中、ピンチヒッターのオコエ選手が、2ストライク追い込まれながら、まあ、ちょっとね、ショートスイングというか、まあ、三振しないようにっていうコンパクトなスイングで、バックスクリーンにホームラン打つんですね。素晴らしいよね。うん、これは。こういうバッティングができてたら、
本当にいい成績を出していけるんじゃないかなと思うし、逆にこれぐらいのスイングでもあんだけセンターバックスクリーンにホームラン運べるんだったら、そんな力感いらないんじゃないかなと僕は思います。はい。で、6回裏ですね。6回裏見ていきましょうか。6回裏もね。ここの回からピッチャー中川さん出てきてますと。で、まあ、先頭近本選手フォアボールと。これもフォアボール絡みなんですね。やっぱり結局ね。で、中野選手バント成功。で、森下選手レフト前ヒット初球ね。打たれてと。で、佐藤選手にもライト前ヒット打たれて。で、ワンアウト1、2塁で大山選手にショートゴロ。で、ここでまたですよね。ツーアウト1、3塁で前川選手、これセンター前ヒットね。これも、6球目のスライダーだと思うんですよ。それを、まあ、シュートでね、左右の揺さぶりしっかりやって、最後スライダーでっていうところで、いいとこ、ある程度いいとこ投げたんだけど、それをね、こう、パーンってこう逃げながらというか、こう腰をこう引かせながら、リストでポーンと持ってってセンター前ヒットって、もう、いわゆるイチロー選手みたいなヒット打たれるんですね。うん。で、ツーアウト1、3、1、2塁から木南選手はファーストゴロを抑えるんですけど、もう今日前川選手にもうボコボコやられてるんですね。うん、正直。うん。初回のタイムリーもそうですけど、結局3本タイムリー打たれるんですよ。今日ね。うん。で、まあ僕、開幕前からずっと言ってますけど、前川選手めちゃくちゃいい選手なんですね。うん。パワーがめちゃくちゃあるかって言われたら、まあ普通にね、フリーバッティングとか見てたらめちゃくちゃあるんだけど、どっちかっていうと高打者というかね。うん。なんとか2ストライク後でもバットに当てていくというか、粘ちっこいバッティングをすると、チャンス強いバッティングをするというところで、まあ中距離打者ですよね。まあ、将来的にはもしかしたら、よかったら、まあ25本ぐらい、30本弱ぐらい打つようなホームランね、力もあると思いますし、打率で言ったら3割以上は絶対打てる、ミート力はあると思うので、そういったところで今、野口選手が出たり、前川選手が出たりとかしてますけども、阪神の場合ね。僕はこの左右関係なく前川選手が出れるような実力っていうのも、まあ、今後ついていくだろうな、というふうに思います。はい。でですね、最後、7回表ね、岩佐田投手に代わりまして、まあ、先頭の大城選手がデッドボール当たったんですね。ちょっと、痛そうな感じとか、多分痛いと思うんですけど、まっすぐでね、脇腹の方にガーンと当たったんで、もしかしたらちょっと呼吸しづらかったりとか、してね、途中で変わったんですけど、まあ、その骨折じゃなかったら、いいなっていうふうに思いますし、その大城さんがね、離脱されると、ちょっとね、だいぶチームとしては痛いので、そこはね、ちょっと、巨人ファンとしてはね、頼む、検証でやってくれというふうにね、願ってますけども、まあ、すごく避けるのが難しいボールだと思うので、まして、岩佐投手ね、すごく速いボールなんでね、うん、軽傷であってほしいなというふうに願っておりますと。はい。で、まあ他ね、ありましたけども、まあ結局もう、僕からしたらまあ5回のあの3点で勝負は決まってるんで、正直ね。ビズリーからもそうですし、他のね、強力なね、投手陣から、阪神の。なかなか、6点以上ね、取れるっていう、ビジョンがね、あまり描けないので、そういったところで、まあ、冒頭でも言いましたけども、やはり、今日のね、試合っていうのは、まあ、ロースコアというか、ロースコアじゃないと、なかなか、うん、勝てないんだろうなって、勝つんだったらロースコアだろうなっていうところがあったんで、そういったところで、まあ、その戸郷のね、ファーボール絡みの、まあ、ピッチング、まあ、不甲斐ないって言ったら不甲斐ないんだけど、まあ、やはり、まあ、暑さであったりとか、まあ、巨人ね、ドーム球場で非常にこう、快適なところでね、やってるっていうのは、非常にこう、データとして出てるんで、まあ、そういったところで、まあ、甲子園とか、まあ、他の球場もそうですけども、すごく今、日本暑いというところで、まあ、そういった影響も少なからず絶対あると思うし、その、うん、ドームの時は勝てるけど、他球団の、ね、外でやるところは、外でやる時は勝てないみたいなところも、作っていくとね、ちょっとしんどいところあるので、選手たちはね、疲労も溜まってますし、結構きつい夏になってると思いますけども、もう一回ね、ちょっと、投手陣、特に投手陣がね、ちょっとこう、まあ、フォアボールというところがね、ちょっと多くなってきてるんで、見直しであったりとか、フォームのチェックであったりとか、練習での、練習メニューをね、ちょっとこう、変えてみるとか、そういったことも、今後ね、ちょっと必要になってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、すごく悔しい3連敗でしたけども、切り替えでね、やるしかないんで、今後もね、試合はずっと続いていくわけですから、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。
動画をどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおはようございます。ではバイバイ。